ニュースエブリー日本会は日本海テレビで平日夕方に放送されている報道番組。全番組ニュースリアルタイム日本海に変わるニュース日本海シリーズの第4弾で2010年3月29日に放送を開始したスタジオ映像を中心としてハイビジョン放送がされている。2011年10月からは 放送時間が3分繰り下がり、17時53分開始となった。2012年4月からは、ニュースエブリーのキャスターである、藤井隆彦と本番組のキャスターである、高井和代が日本テレビのスタジオで、参院の夕方は、ニュースエブリーという5秒 CM が流れている。2012年7月2日からは、メインキャスターに、 同年3月に同社に入社した福谷貞田が就任。それまでの1年間メインキャスターを務めていた高井は月曜引く水曜のサブキャスターに変わった。ちなみに福谷と高井はかつて日本テレビ系ズームインスーパーで共にキャスターを担当した間柄である。2014年7月4日からは金曜に限り同年4月4日から金曜に限り晩半ネット 開始したニュースエブリー第2部をエブリワン第2部扱いから本番組内報に変更することとなり16時50分開始に繰り上げられた2015年3月30日からは全曜日16時50分開始に揃えられこれに合わせ月から木曜日にはニュースエブリー第2部のバムハンネットを開始した全員 NKT アナウンサー報道記者 ぶッピーの登場が非常に多い。ありがとうございます。